ダウンは、アメリカニューオーリンズ出身のヘビメタルバンド。元パンテラのフィル・アンセルモを中心とした、スーパーグループである。1991年、当時パンテラのボーカリストだったフィル・アンセルモと、コロージョン・オブ・コンフォー・ミッティのギタリストのペッパー・キーナン、クローバーのカーク・ウィンド・スタインとトッド・ストレンジ、そして、アイ・ヘイト・ゴッドのドラマーであるジミー・バワーによって、結成される。 彼らは以前からの友人同士であり、ブラックサバスやセインとバイタス、トラブルなどを好んで聴いていた。この音楽的思考はそのままダウンの音楽性に反映されることになる。バンドは地元で小規模なライブを行う一方で、メンバーが誰であるかを伏せたままデモ音源を配布。これが評判を呼び全米に流通。ある日のライブで、エレクトラレコードの重役が実際に演奏するダウンを目にしたことで、 デモ音源を作ったバンドの正体を知り、レコード契約を提示した。1995年にデビューアルバム、ノーラを発表。ビルボード初登場を55位を記録すると、本国アメリカでプラチナムディスクを獲得。アルバムをプロモートする短いツアーを行った後、メンバーはそれぞれのバンドに戻り、ダウンは活動を休止することになった。1999年に活動を再開。 同時に、パンテラのレックス・ブラウンがベーシストとして加わる。2001年の秋から冬にかけて、アンセルモの自宅スタジオであるノット・フォー・トゥー、エスレアーでレコーディングを行い、翌2002年に2作目となるダウンツーを発表。オズフェストのセカンドステージで全米を回った後に、再び沈黙に入る。2006年に新たに、ワーナー・ブラザース・レコードと契約し再始動。 一年間を曲作りとライブに当て、2007年に3、オーバーザアンダーをリリース。その内容は、パンテラの解散とダイムバックなれるのし、ハリケーンカトリーナによってもたらされた災害に対するバンドの怒り、そしてアンセルも自身の薬物依存症からの脱却など、濃いテーマを扱ったものとなった。ビルボードでは、初登場26位、初週の売り上げが2万9000枚。 ローリングストーン氏の2007年の年間アルバム50で37位に選ばれ、翌年のメタルハマーアーズの最優秀アルバムにノミネートされた。リリースに先行してメガデスとヘブンヘルトツアーを回り、それが終わるとヘッドライナーとして長期のツアーに出る。2008年にはラウドパーク出演のため来日した。新作の制作が何度か噂になる中でバンドは2006年の ツアーの模様を収録したライブアルバムダイアリー・オブ・エイマット・バンドを2010年にリリース。2011年にはレックス・ブラウンが脱退し、クローバーのベーシストであるパッド・ブルーダーが加入。新体制の下で2012年には5年ぶりとなるダウンホーパート・アイ・ザ・パープル・ EP をリリースした。2014年ラウド・パークに再び出演。フィル・アンセルもイタリアのボローニャでのライブ。 ありがとうございます。